こんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、プラレール機関車トーマスぐるぐるブリッジセットを紹介します。なんとね、これ中古で販売してるのを見かけて、持ってなかったんでね、買ってみました。すごい、なんかぐるぐるブリッジっていうね、このトーマスプラレールシリーズの情景の一つで、なんかね、橋がどうもぐるぐる回転するみたいなので、早速ね、開けてみたいと思います。お、車両が入ってます。トーマス、機関車トーマスと、あと丸太貨車。おー、これが出ました。おー、すごいね、ぐるぐるブリッジ。なんか手でもね、これ今動かせますけど、確かに橋が最初横向いてるんだ。でもこうぐるっとなってちゃんと通れるようになるっていう、このセットの内容でレイアウトを組んで走らせてみたいと思います。じゃあ早速トーマス、スイッチオン。いけ、トーマス、橋渡れるのか。おお、すごい、勝手にこの赤いバーがこうね、トーマスが通ると、おお、この揺れ方がまたリアルいいね、バーが連動して、おお、橋がくるっとで、渡り終わったらまた戻る。おお、危ない。おお面白い。シンプルってシンプルですよね。これがね、こうレバーがね、押されて橋がちゃんとくっつくと、また通り終わったら戻ると。いいね。この人形にね、貨車、この丸太貨車がまたね、いいんですよ、これきっとね、わー、確かに揺れてるの、なんかでも、ちゃんと固定されてるから、バラバラにならないし、一番基本の赤い貨車にはね、好きなもの乗せられますから、いいね、これ。このね、手すりとかのこの感じ、これすごい気に入りました。これね、また入れて今後トーマスのね、情景いろいろ組んで遊んでみたいと思います。はい、ということで以上、
プラレール機関車トーマスぐるぐるブリッジセットでした。ありがとうございます。危ない。おー、いいね。あー、止まっちゃった。